マネーロンダリングとフィンテック。おはようございます、マサルです。今回はビジネスインダストリーの分野からマネーロンダリングとフィンテックについて勉強します。それでは始めていきましょう。令和4年春、問29、マネーロンダリングの対策に関する規律として最も適切なものはどれか。あ、金融取引にあたり口座開設時の取引目的や本人確認を徹底し、資金の出所が疑わしい取引かどうかを監視する。い、紙幣の印刷にあたりコピー機では再現困難な文字や線、傾けることによって絵が浮かび上がるホログラムなどの技術を用いて複製を困難にする。う、税金の徴収にあたり外国にある子会社の利益を本国の親会社に配当されたものとみなして本国で課税する。え、投資にあたり安全性や収益性などの特徴が異なる複数の金融商品を組み合わせることによって一つの事象によって損失が大きくなるリスクを抑える。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、あ、金融取引にあたり口座開設時の取引目的や本人確認を徹底し、資金の出所が疑わしい取引かどうかを監視する。こちらがマネーロンダリングの対策に関する最も適切な規律です。それでは解説していきます。マネーロンダリングとは、入出金を繰り返して口座を転々とさせるなどして犯罪などで得たお金の出所をわからなくすることです。ちなみにロンダリングとは選択をするという意味です。マネーロンダリングは口座を転々とさせる方法が主流ですが、最近では口座を使わずにマネーロンダリングする事例もあるそうです。例えば犯罪で得たお金があるとします。このお金は犯罪で得たお金なので汚れたお金ということになります。そこでこの汚れたお金を使ってギフト券を購入します。さらにこのギフト券を金券ショップなどで現金化することで犯罪で得たお金をきれいな状態にすることができます。このようにして犯罪などで得たお金の出所をわからなくする行為のことをマネーロンダリングと言います。問題文の中ではマネーロンダリングに対する対策として適切なものが問われています。対策としては、口座開設時の取引目的や本人確認を徹底し、資金の出所が疑わしい取引かどうかを監視する。こちらの選択肢が正解です。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。E の選択肢は偽造防止技術の記述です。例えば2021年に発行された新500円を見てみましょう。新500円は上から見るとジャパンという文字が浮かんで、下から見ると500円という文字が浮かぶようになっています。偽造防止技術は複製を困難にすることが目的なので、マネーロンダリングの対策にはなりません。U の選択肢はタックスヘイブン税制に関する記述です。タックスヘイブンとは、課税が完全に免除されたり著しく軽減されている国や地域のことを言います。タックスヘイブン税制では、タックスヘイブンに子会社があって利益を出したとしても親会社のある国のルールで課税するという制度です。 N の選択肢は分散投資のポートフォリオに関する記述です。分散投資とは、複数の金融商品を組み合わせることによってリスクを抑えて安定したリターンを目指す投資方法です。卵は一つのカゴに盛るなという投資の格言があります。卵をいくつものカゴに分けて持っておけば、もしどれか一つをひっくり返して卵が割れてしまっても残りのカゴの卵は無事です。この格言が表すように、複数の金融商品を組み合わせることによって一つの事象によって損失が大きくなるリスクを抑えるのが分散投資のポートフォリオです。では問題を見直しましょう。マネーロンダリングの対策に関する記述として最も適切なものはどれか。正解は、あ、金融取引にあたり口座開設時の取引目的や本人確認を徹底し、資金の出所が疑わしい取引かどうかを監視する。こちらが最も適切な記述です。それでは次の問題です。令和3年春、問13、
フィンテックの事例として最も適切なものはどれか。あ、銀行において災害や大規模障害が発生した場合に勘定系システムが停止することがないように障害発生時には即時にバックアップシステムに切り替える。 E、 クレジットカード会社において消費者がクレジットカードの暗証番号を規定数連続で間違えて入力した場合にクレジットカードを利用できなくなるようにする。う、証券会社において顧客が PC の画面上で株式売買を行うときに顧客に合った投資信託を提案したり自動で資産運用を行ったりするロボアドバイザーのサービスを提供する。 A、 損害保険会社において事故の内容や回数に基づいた等級を設定しておき、インターネット自動車保険の契約者ごとに1年間の事故履歴に応じて等級を上下させるとともに保険料を変更する。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はう、証券会社において顧客が PC の画面上で株式売買を行うときに顧客に合った投資信託を提案したり自動で資産運用を行ったりするロボアドバイザーのサービスを提供する。こちらがフィンテックの事例として最も適切です。それでは解説します。フィンテックとはファイナンス、金融とテクノロジー、技術を組み合わせた造語です。従来の金融サービスと技術を組み合わせた新しいサービスや事業のことを言います。例えば PayPay などのキャッシュレス決済、ビットコインが代表する暗号資産、また資産管理、投資、資産運用などを行うロボアドバイザーなどがフィンテックの例として挙げられます。今回の問題ではうの選択肢でロボアドバイザーとありますので、こちらが正解選択肢です。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢はフォールトトレランスシステムに関する事例です。フォールトは故障や不具合を指す言葉で、トレランスは寛容という意味です。つまりフォールトトレランスは故障を寛容に受け入れて全体の機能を維持するシステムのことです。あの選択肢では災害によって大規模障害があっても即座にバックアップシステムに切り替えることで全体の機能を維持するとあります。つまりフォールトトレランスの事例の説明になっています。 E の選択肢はロックアウトの事例です。ロックアウトは特定の機能を利用できない状態にすることです。アカウントロックアウトは皆さんも経験があるのではないでしょうか。ログイン操作時にパスワードを一定回数間違えたりすると不正利用の危険性が疑われて一時的にアカウントへログインする機能がロックアウトされます。E の選択肢ではクレジットカードの暗証番号を規定回数連続で間違えて入力したことでロックアウトが発生している事例です。 E の選択肢はノンフリート等級制度の事例です。ノンフリート等級制度とは事故歴に応じて保険料の割引や割増をする制度です。過去に何度も事故を起こしている人と今まで一度も事故を起こした人がない人の保険料が同じだと公平ではありませんよね。そこでノンフリート等級制度があります。 A の選択肢にあるように事故の内容や回数に基づいた等級を設定しておき、事故の履歴によって等級を調整して保険料を変更します。では問題を見直します。フィンテックの事例として最も適切なものはどれか。正解はう、証券会社において顧客が PC の画面上で株式売買を行うときに顧客に合った投資信託を提案したり自動で資産運用を行ったりするロボアドバイザーのサービスを提供する。こちらがフィンテックの事例として最も適切です。それではここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回はマネーロンダリングについて学習しました。マネーロンダリングとは入出金を繰り返して口座を転々とさせることで犯罪などで得たお金の出所をわからなくする行為のことでしたね。せっかくなので AML という言葉も覚えておきましょう。 AML とはアンチマネーロンダリングの略です。マネーロンダリング防止対策のことを言います。 AML の一例として適切な本人確認があります。適切な本人確認を行うことで
成りすましや偽造といった不正を防ぐことができます。あとはフィルタリングという取り組みもあります。フィルタリングでは取引する顧客が犯罪者ではないか、また送金先が犯罪組織ではないかをチェックします。財務省は経済制裁措置及び対象者リストを公開しており、そのリストと顧客データを照合することでマネーロンダリングのリスクがある取引を未然に防いでいます。このような AML の取り組みを行うことでマネーロンダリング防止対策を行っています。それでは最後に復習です。令和4年春問29、マネーロンダリングの対策に関する技術として最も適切なものはどれか。正解は A、 金融取引にあたり口座開設時の取引目的や本人確認を徹底し、資金の出どころが疑わしい取引かどうかを監視する。次の問題、令和3年春問13、フィンテックの事例として最も適切なものはどれか。正解は U、 証券会社において顧客が PC の画面上で株式売買を行うとき、顧客に合った投資信託を提案したり自動で資産運用を行ったりするロボアドバイザーのサービスを提供する、こちらがフィンテックの事例です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。そして最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。